皆さんこんにちは、大樹です。あ、見えないか。こんにちは、大樹です。今日は大阪でアドバンスクラスっていうのをやってまして、で、まあ卒業生向けの上級者クラスなんですけど、アドバンスクラスでは何をやるかというと、すげえベーシックなことやるんですね。で、なんでかっていうと、やっぱり理解したつもりになってるけど本当のところ理解できてないところを体験踏まえて、しっかりと自分の中に落とし込んでいく。で、ああそうか、こう思ってたけどこれのことだったんだとかね、あ、なるほど、だからこう言ってたんだっていうことを理解してもらうということをやってます。そうすると勝手に応用が始まるのね。で、そうするとみんな最初からそれを教えてよって言うんだけど、最初分かんないんですよ、体験がないから。だからとりあえずの知識で体験をする。で、するのそれだけでもいいんだけど、もっといろんなことやりたいっていう人がね、そこの中で、基礎に戻ってベーシックに戻って、ね、僕にとってもそれがすごい大きかったんですね。コーチング学んで、でもその源流に遡って、で、要はカウンセリングとか臨床心理のことを勉強して、で、脳とか生理のこととかを勉強したりね、いろんな根本に遡って、でもう一回やってみて、あ、こういうことだったんだってこうなるわけなんですね。で、まあそういうことを、なるべく短く通り抜けてもらいたいとかね、その基本のところをしっかり学んでもらいたいで実はやって、はい、まあ、で全然関係ないんだけどね、今日皆さんにシェアしたいなと思ったのは、夢が描けないとかね、で、目的が出てこないっていうことにはいくつかこう理由があったりとかってするんだけど、こんなことを知っておくといいかもしれないっていうことをね、これは、昨日の、京都の講演会で話したことだったりするんですけどね、一つはね、体験が足りない。子供でも実は夢は描けるんですけど、いろんなことをね、もっと体験して広い世界に触れれば触れるほど、実は自分の夢って変わってくるんですよね。当たり前だけど。だから、若いうちもそうだし、もしくはね、年取ってからの方がね、視野狭まったりするからね、いろんな体験をして、可愛い子には旅をさせようじゃないけどね、自分にも体験経験をもっとさせてあげたら違う夢が出てくるかもしれないとか、本当の思いに気がつけるかもしれないという観点も一個持っておいた方がいいかもしれない。で、特に何やっても出てこないって人はね、いろいろ見たことないものを見るとか聞くとかね、体験するやった方がいいっすよ、多分。もう一つ、嫌われるのが怖い。これが嫌われる勇気ね。こんなこと言ったら人から何て言われるかとか、で、そこの部分をこう解除していくとか変えていくっていうのもね、コーチの腕の見せ所ね。そうじゃないと結局出てきませんってなっちゃうから。で、もう一個はね、目先の問題に影響される。人間ってね、今目の前の問題とか今目の前の関心事っていうのに過度に意識が集中しちゃって、それによって未来を作ろうとするね。で、それで本当にやりたいこととか大切なことに気がつけないとかね、いうことが起こることもあります。もう一個、こうビリーフってあっさり書いてあるんですけど、実はね、自分の中にね、これはできないとかしていいとかね、自分はこんな人間でこういう人間じゃないとかっていういろんな思いがあるのね。で、それが自分のこう、なんていうかな、夢を、描かせないとかね、描くの止めちゃうとかっていうことを起こしていることがあります。で、コーチはね、こういうことを理解して、で、じゃあどうやってそれを解除できるのかなんていうことが分かってくるとね、いや、全てのクライアントが夢を語ります。少なくともなんかこれが大切とかこうなりたいはね、本当は言ってくれるんですよ。で、私たちがそう思ってて、でもなんかそれをしにくくさせるものに気がついて、うまく解除していければね、誰にでもどんな状況でもコーチングができるんじゃないかなと、まあ思ってます。参考まで。